ヒノキは、大日本帝国海軍の駆逐艦で、桃型駆逐艦の3番艦である。同盟艦に、松型駆逐艦のヒノキがあるため、こちらは、ヒノキや、ヒノキ愛などと表記される。1916年5月5日、舞鶴海軍交渉で寄港。同年12月1日午後1時浸水。1917年3月31日竣工。第一次世界大戦では、 1917年から1919 19年まで地中海の海上護衛に従事した。1932年、第一次上海事変において、洋ス江水域の作戦に参加した。1940年4月1日、除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。 海軍制度遠隔11から2ピアニッシも1072から1073、昭和3年2月14日、感染用目公表範囲では775トンになっている。同所ピアニッシも1098から1099、昭和6年4月29日では755トンになっている。海軍造船技術概要 P394 では常備排水量800としている。 日本駆逐艦物語 P78 では、前方2機を、石炭多機としている。海軍造船技術概要 P394 では、重油213トン、石炭98トンとしている。日本駆逐艦九 1992P50 では、15、ノットで2400海リーとしている。戦士創三31海軍軍船備一不評第1、その2、 大正9年3月長鑑定用木等、一覧表その2区逐間には40合計41式8センチメートル砲2門、ともある。ありがとうございます。